ジグゾーパズル、ジグゾーパズル、英語、ジグゾーパズル、中国語、ポーズは、一枚の絵をいくつかの大型、ピースに分解して、分解したものを再び組み立てるというタイプのパズル。各ピースは長方形に似た形ながら、各辺に、円状の突部、または、オーブがあり、それにより、隣のピースと噛み合うようになっている点が、ジグゾーパズルに、特有の特徴である。 通常よく似た形のピースが複数存在するが全く同じ形をしたピースは他にない。ただし球形パズルなど全体の形が特殊なものは同じ形のピースの連続になっていることもある。また幼児向けのパズルでは凹凸がないものも多い。100ピース未満のものから1万ピースを超える大型のものもあるが一般的には300から3000ピース程度のものが多い。 小さいものは何度も組み立てて遊ばれるが、大きいものになると完成後に、額、フレームに入れて鑑賞用にすることが多い。そのため、主要なメーカーのパズルは、額のサイズに合うように、パズルの大きさが決まっている。通常、最も小さいのが 100-147mm、ポストカードサイズ。初心者向けでは 182-257mm、B5、mm、サイズのものが多い。 全体のサイズが大きくなればなるほど、ピース数も多くなりマニア向きになるので商品の数も少なくなる。また、全体のサイズはそれほど大きくせず、ピースを小さくして難易度を高めたものも多い。全体のサイズとピースのサイズとは別物であることに注意。ピースの材料は紙が多いが、コルクや木でできたものもある。最近は透明ピースとしてガラス、前術や、 アクリルやプラスチックなどを使用したものもよく出ている。アクリルやプラスチックのピースは、紙焼きと違って、しっかりとはめ込まれて、糊り付けしなくても、バラバラにならないことを売りにしている。ジグゾーパズルのジグソーとは、英語のジグゾー、糸の子、糸の子のことであり、もともとこのパズルが木の板を糸の子で切って作られたことからこの名がついた。1760年頃に、 ロンドンの地図職人で技師のジョン・スピルズベリが子供の教育のためにピースが国の形のジグソーパズル、完成すると地図ができるを作ったのが最初と考えられている。平面的なジグソーパズルだけではなく 3D パズル、立体パズルと呼ばれる立体的なジグソーパズルもある。多くは地球儀や月球儀などの休憩パズルであるが他にもビルや地、船のものがある。 3D パズルは、ピース数が少ないものの作成は難しい。メーカーによって、3D 球体パズル、クリスタルパズル、クムクムパズルなどと名称と形状がそれぞれなる。単色で構成された全く無地のパズルも存在する。通常のジグソーパズルは、絵や写真などの色や模様を手がかりに組み立てるもので、あるが、無地の場合は、ピースの形状だけを手がかりに解くことにな。 通常よりも数段何回で忍耐力を必要とするため、過去に宇宙飛行士選抜試験にも出題されたことがある。このようなパズルで白一式のものはホワイトパズルやミルクパズルと呼ばれる。こぼれて水たまりとなったミルクをデザインした完成後も不定型なホワイトパズルもある。それぞれのピースの絵柄が 隣のピースと繋がらず、独立した絵柄になっているにもかかわらず、並べて、当面に見ると全体で、別の絵柄を構成する、モザイクパズルもある。このバリエーションとして、ピースがすべて同じ形で、どの位置にも自由に並べ替えることができて、並べ替えることで様々な人の具を再現する、自画像パズルがある。日本の、主なメーカーは、ヤノマン、エポック社、エンスカイ、転用。 ビバリー、アップルワン、アポロ社の7社である。ガング店や、家電量販店、ホームセンターなどを中心に販売されている。さらに現在では、ネット販売も盛んである。7社によるメーカー会は、各メーカーの商品についての4色カラーのチラシを作り、ガング店などで年1回程度大量に配布して、ジグソーパズルの進行に努めている。その他、キューティーズや、 サンスターブング、シャフトといったメーカーも存在する。過去には、ボン、エポック社と合併、セントラルホビー、エポック社に事業を譲渡。現在会社は存在しない、サンバード、ケズカ、2016年にジグソーパズル、製造販売事業から、撤退、東洋、コナミ、ギャラリーエル、サンライク、山鉢、サンズ、花山、チンタオ文化教材社コマース、ビッグベン、 レッズなどもジグソーパズルを製造を販売していたメーカーである。最近は紙や木でできた物理的なものだけでなくコンピュータゲームもある。家庭用ゲーム機のソフトのほか、Web ページにつないでブラウザを使って遊ぶものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。